今日は集まっていただいてありがとうございます。ですね、今日はウクライナとアフガニスタンの問題でこれ両方やろうと思ってまして、実は私アフガニスタンには12回入ったことあるんですが、ウクライナには1回しかないんですね。でただウクライナに行った時は2014年の3月でありまして、ちょうどプーチンがクリミアを取ってしまったその頃だったので、写真や映像が残っておりますので、前半はこのウクライナ問題について皆さんと一緒に考えて、で後半はアフガニスタンの話をさせていただいて、で最後にやっぱり日本はどうすべきなのかと、これ一番大事だと思いますので、この辺りを議論をして、でちょっと Q&A のセッションもできればなというふうに思っております。でちょっとウクライナとアフガニスタンの間にちょっと休憩挟みたいと思ってますので、その休憩の間に、質問なりご意見なりをまとめてもらえればなというふうに思っております。それでは、ちょっともう2時に今ようやくなりまして、時刻通り始めたいと思いますが、ウクライナから始めたいと思います。ウクライナはですね、ヨーロッパでね、かなり大きな国でありまして、これフランスやドイツなんかよりも面積が広くて、ロシアからすればその兄弟分の弟みたいな存在だったと思うんですけど、このロシアのプーチンがですね、力で、その現状を変更しようとするとんでもない今戦争を、してるわけですが、ちょっとですね、今日はその歴史的な背景も含めて、ちょっとお話を進めたいと思うんですけど、まずですね、今回の戦争の、元になったのはもう間違いなく2013年から14年にかけて起こった、このウクライナの革命なんですが、これはですね、マイダン革命といいまして、これ首都キエフなんですけど、この首都キエフのですね、ちょうど中心に独立広場ってあるんですね。でここに人が集まり始めたんですよ。で、これが独立記念塔が立ってますね。左にちょっと見えますから、ね、ちょっと見えにくいかな。これが独立記念塔で、で一応このすり鉢状の広場になってまして、で橋へ行けば高台に出れますので、これは私高台から写真撮ってる、これは2014年の3月に撮ってるんですね。だから革命が起こって、3ヶ月ちょい後の写真なんですが、この辺り黒いでしょ。これはタイヤが燃えた跡とかそんなことなんですけども、最初ですね、人々はこの広場に集まりだしたわけですね。特に学生が集まった。でそれは何かというと、当時ウクライナはヤヌコビッチという大統領がいて、でこの人が独裁的な人だったんで、独裁者だったんですけども、このヤヌコビッチがですね、この EU に加盟する、この国民はそのウクライナは EU に加盟したいとこう思ってるわけ でその時に、学生たちは EU に加盟する、その協定書に署名してくれという、そういうその平和的なデモを始めたということで、でデモの中で踊ったりとか歌ったりとかこうしてたわけですね。でそれで、ヤヌコビッチにこう圧力をかけて、ウクライナが NATO ではないですよ、 EU に加盟しようと、こういうふうに要求をしたと。で、12月にはですね、その100万人もの大行進があって、これもごくごく平和的に行われていまして、本当に問題はなかったわけですね。でついでに言うと、ちょうどこの3年前にアラブの春が覚えてありますかね、2011年のちょうど3年前にあって、あれも広場革命なんですよ。エジプトはカイロのちょうど中心の広場に集まってね、リビアもそうだったんですけど、そういう意味ではその独裁者を人々が平和的に倒すという、そういうアラブの春の影響も私はあったんではないかなと思いまして、でそれで人々が集まりだしたと。ところがですね、このヤヌコビッチの治安警察ですね、これベルクトというんですけど、この治安警察ベルクトがですね、このデモに集まったその若者を、突然棍棒で殴り始めるわけですね。それでその女性なんかも殴られて、
怪我人が続出すると。で最初はコンボで殴ってたベルクトがですね、だんだんこのエスカレートして、催涙ガスですね、まあ、これはアラブの春でも使われてました、催涙ガスが落ち出して、でゴム弾ですね、その当たっても死にはしませんけど、まあ、おそらく目当たったら失明ですわ。私ゴム弾の被害者見ましたけど、胸打たれたらもう本当にあばら骨が骨折するような、そんな硬いゴムを打ってくるわけですよ。でところがですね、このゴム弾で最初打ってたんですが、このベルクトはですね、実弾も使い始めて人を殺し始めたわけですね。で人々は広場にバリケードを築いてですね、で革命防衛隊を組織するわけですね。で火炎瓶作って、で、まあ、火炎瓶で応戦すると。でこの時面白いのは、その出身地でですね、ハルコフ防衛隊とかね、ユダヤ系防衛隊とか、なんかいろんな防衛隊が出てきて、でそれで、このバリケードを作って、でここがバリケードの前線なんですけどね。でこれ人々はこっち側、革命部隊はこちら側で、ベルクトという治安部隊は向こう側にいて、でこれ花が飾ったの分かりますかね。これ120人殺されてましてね、その犠牲者に対するその、まあ供養の花があって、そういうことになりました。でですね、ヤヌコビッチはですね、この時反デモ法っていうのを作るんですよ。でだから人々はヘルメットをかぶってはいけないとか、5台以上車で連ねて走ってはいけないとか、そういう反デモ法を作って、このデモを禁じていくんですけども、この時まあ、人々はそのヘルメットを捨ててこの鍋かぶるんですわ。鍋やったらええやろって。でそんなことをして、人々側は、民衆側はその平和的に抵抗していたわけですね。で、これ革命広場に飾ってあったヘルメットですけど、革命部隊がかぶってるのはこれプラスチック製のヘルメットで、コン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 そうしてですね、でベルクト側はちゃんとしたその戦争用のヘルメットをかぶってくるわけで、だからこの辺りも全然まあ武装の仕方が違ったということなんですね。でこの時くらいからですね、その右派セクターというのが入ってくるわけですよ、デモ隊に。でこの右派セクターというのが、まあスキンヘッドで鍵十字のね、そんなものをつけて、で、まあ、いかにもネオナチみたいな格好をして、まあ、ネオナチなんですけど、でそれが革命の方に来てですね、でなんとその右派セクターは最前線に立って、で右派セクターもベルクトに対して攻撃暴力的に応じて、で、まあ、火炎瓶なんかも投げるので、それで、一気にその平和なデモが暴力的になったんですね。でそれで、まあ13年の11月12月1月10月末からですから、だから2ヶ月3ヶ月ちょいしてからですね、ヤヌコビッチにですね、人々の方から、全ての政治犯の釈放ですね、これ今のロシアと一緒ですわ、デモした人を捕まえてましたから、だからそういう人たちの釈放、それから大統領の権限が非常に強かったみたいなので、大統領と議会を権力を二分させて、議会にもちゃんとしたね権力を、で大統領をチェックするように、いわゆる三権分立、まあこの場合二権ですけど、二権分立の要求をして、それからヤヌコビッチも含めて大統領選挙をもう一回やれと、まあ、こういうことを要求して、でこの頃からもヤヌコビッチは窮地に追い込まれて、で2014年の2月22日に、ついにヤヌコビッチが、このヤヌコビッチハウスという豪邸からですね、これまた後で見てもらいますが、もうめちゃめちゃ豪邸なんですけど、ここからまあヘリコプターでロシアに亡命したということで、この時点でまあ革命側が勝利すると、こういうことになったわけですね。でこのヤヌコビッチハウスはヤヌコビッチの汚職腐敗の象徴として、国民にこの当時開放されていたので、私は中に入ってこの税 の, 限りを見ましたけど、これヤヌコビッチ一人のために動物園作ったんだよね、まあこれね、ほんまそれでいろいろこうとるんです、アルパカとかこのクジャクとかね、まあこんなこう凍ってた、まあ、大変な人で、でいよいよこの時にようやくそのベルクトという治安警察は解散させられたわけですね。でですね、私キエフを取材していろいろ感じたことがありまして、
14年3月のキエフですけど、さっき見ていただいたようにこれ黒ダイヤが積んでますよね。これはあの革命隊がこうタイヤを燃やして、それで撃たれないようにしたわけですね。あの向こうから撃ってきますから、うん、でそのタイヤの煙っていうのは非常に強いので、あのベルクトを蹴散らすようなこともあって、だから私3月に行きましたけど、まだすすの匂いがして、でこの独立広場はまだなんかこう焦げたような感じの広場になってました。でこれはですね、分かりにくいかもしれませんが、これが左側があの独立広場の象徴の塔ですね。で真ん中にあの、ウクライナホテルがあって、でここにですね、プーチンとヒトラーを混ぜたような写真が貼ってあって、この当時から、プーチンのプロパガンダに、騙されるなというふうなことを人々は、言ってました。で、120名の写真が飾ってあって、でこの殺された120名の写真がずっと貼ってあるんですけど、中に身元がわからない人が多数いるわけですね。これも変な感じで、普通そのデモ隊に参加して殺されてるわけですから、例えば日本やったらその田中さんとか山本さんとかで、例えばあの大阪出身とか東京出身とか分かるはずなんですけど、身元が分からへん人が多数いたわけです。そしてですね、この時に右派セクター、つまりネオナチですね、右派セクターの主張はロシア人は、殺せとは言えへんけどウクライナから出ていけと、それからユダヤも出ていけみたいなことを言ってまして、でこのネオナチの主張をもう拡大するわけですよ、プーチンは。でネオナチがロシア系の住民を殺そうとしてるよっていうことで、ロシアからあのフェイク情報を流した結果、ウクライナのロシア系住民がパニックになって、で危機を煽っていくわけですね。でこれがネオナチの人たちなんですが、デモ隊の一番最前線にいるような人たちですが、明らかにこれナチスを思い出させるあのマークをつけて、でこの人たち大概覆面してるんですよね。だからなんか悪いことしたらやっぱり覆面したくなるのか知らんけど、なんか覆面してるわけですよ。でこういう人たちがいたと、ということで、ちょっと当時の映像をちょっと見てもらいたいと思います。ちょっと簡単にまとめました。ここでですね、120人以上の、方々が亡くなりました。こちらにですね、亡くなられた方の写真などが貼ってあります。About him, that he's a 10 years old, but no one knows he perished, but no one knows even from what place this man came here. 50 years old. They knew that he was called Andrei, but no one knows. There's no photo of him, and no one knows who he was. You mean that you?This is the last barricade. これが最後のバリケードで、これが砦で、So police is over there. The people can, people is still here. Also, this is the commander. Вони будуть мати
що колись в історії звали. Зрозуміло, програма поручує епідемічне зболівання. ここで大きな集会が開催されています。この集会は、チモシェンコ元首相などを支援する人たちの集会です。ウクライナは一つだということで、皆さん集まっています。かなり豪華な屋敷で、屋敷の前にですね、水やはり池がありまして、今日メイドマーブル、いや、メイドマーブル、マーブル、マーブル、植物園もあったんですよ。これヤヌコブイチのお風呂ですわ。サウナ、スパ、スパサウナ、お風呂を休むんだよね、ヤヌコブイチの。だからこの屋敷から飛んでいって逃げたんです。だからその要はプーチンの手下みたいな感じですからね、もうこの時点でヤヌコビッチは。で、おそらくそのガスの利権とか、ロシアからドイツまで天然ガス通すときに、ウクライナの土地通るから、ウクライナに通行料が払われてるわけですね。で、そういうお金をやっぱりこう独り占めしてたような人だったと思います。なので、住民の怒りが、それもあってね、革命になったんだと思いますわ。だから、そういう人だったということですね。で、まあ、私もね、フセインの贅沢とか、リビアのカダフィの贅沢もいろいろ見ましたけど、まあ、自分用の動物園と植物園持ってるやつはこいつが初めてだった。で、まあ、そんなことでですね、で、その後どうなったかですよ。要は右派セクターがいるということで、ロシアが大騒ぎして、で、ロシア系住民を助けなあかんということで、クリミア半島とドンバスというね、東部に、まあ、軍を派遣したわけですけど、これが地図ですね、クリミア半島が南側のね、この黒海に面してます。で、ドンバスは東側にありますね。で、この2つの地域でロシア語をしゃべるロシア系住民が多いわけですよ。で、これは一体なぜかというと、これは旧ソ連のスターリンの、まあ、せいであります。旧ソ連のスターリンはですね、こうめちゃめちゃな独裁者で、このクリミアにはトルコ系のタタール人という人がたくさん住んでたわけですが、この人たちをシベリアに強制移住させるんですよ。そしてロシア人を住ませるわけですね。で、クリミアにはロシア人がだから歴史的に多いわけです。で、ドンバス、こっちのドネツク、ルガンスクはですね、なんでロシア人が多いかというと、ここにはですね、石炭と鉄鉱石の流出な鉱山があって、で、この鉱山労働者としてロシア系の人を使ったので、だから結局ですね、もともとロシア系が多いわけじゃなくて、スターリンがそれをしてしまったということなんですね。で、さらにですね、このスターリンというのはとんでもない人で、ウクライナというのはヨーロッパのパンカゴと呼ばれてまして、すごい肥沃な土地でいっぱい食料ができるんですが、スターリンはその食料をみんな取り上げたんですよ、モスクワ持って行って。それでなんと700万人がウクライナ人、その食料を作ってるウクライナ人が餓死するという、こういうことが起きましてね。で、これはその当時の写真ですけど、これ餓死してるウクライナ人ですね。で、これ当時のアメリカの新聞ですが、ソビエトの危機によって600万人が、命の危機だと書いてあるわけですね。つまり、とんでもないことをスターリンがやっちゃったと。で、さらにですね、第二次世界大戦、第二次世界大戦からもそうなんですが、ウクライナの隣ってポーランドでしょ、今みんな逃げてる。ポーランド、ユダヤ人多いわけですよね。で、ヒトラーがポーランドを攻めていきましたよね。そうするとポーランドのユダヤ人がウクライナに逃げてきたわけですよ。で、ユダヤ人は商売のネットワークを持ってるので、キエフとかそういう都会に住みますよね。そして商売を、まあ、結構成功させていくわけですね。ゼレンスキーもユダヤ系ですからね。だからそういう意味では、その、農民主体のウクライナ人の中でロシアにものすごく恨んでる人多いわけです。だってめちゃめちゃされましたから、お父さんとお母さん殺されてる人も多いしね。
それとそのユダヤにちょっとやっかみ持ってる人がいるので、確かに一部ねネオナチがいるのは確かなんですよ。確かにユダヤもロシアもあかんと、ロシアは共産主義だから、ナチズム の、 あの言ってるのはユダヤも共産主義者も殺せですからね。だからそういうふうに思ってる人は確かに一部いるだろうと、確かにいるわけですね。ところがそれは全く一部で、大多数はみんな違ってみんないいと思ってるわけですよ。だってネオナチの集会はまあしょぼい集会で、あの本当に、デモも本当にね、あの少人数でやってましたが、これティモシェンコは元首相で、これはあの中道右派ですね、ティモシェンコは中道右派の集会は結構人が多くて、まあいっぱい集まってた。それも、これソフィア大聖堂で、これ世界遺産なんですが、今ここ狙われてるので、もしかしたらロシアがここを破壊するかもしれんけど、まあ、こういうところにも 大きく集まってやってるわけですね。つまりですね、プーチンがですね、この一部のネオナチを取り上げて、ネオナチがロシア系住民を虐殺するぞと危機を煽って、そしてあのクリミアとドンバスでですね、このどちらを選ぶかという住民投票をしたわけですよ。で当然そのクリミアにはロシア系が多いわけですから、クリミアの住民はロシアを選んでしまって、それで、まあクリミアを併合したと。ドンバスもロシアをあの選ぶ人が多かったので、そこであのロシア軍が介入したと、まあ、こういうことなんですよね。で、まあ簡単に言えばですね、日本だってあの在特化みたいな人いるじゃないですか。在日朝鮮人はみんなあの皆殺しだ、ああいう人おるでしょ。でもほんまにごく一部でしょ、ああいう人たちは。ああいう人たちを利用してあの国ごと取ろうとしたのがプーチンなんですよね。でそういう意味では日本で言えば大多数は自民党、公明党、共産党、令和、立憲とかね、そういう政党を支持してるわけで、そんなほとんどの人在党が支持しませんよね。日本もウクライナも一緒ですよ。だからネオナチに対しては眉を潜めてました、あのほとんどの人が。ところがプーチンはこれを利用したと思います。それとあのプーチン成功体験持ってまして、実はですね、私なんでこの時ウクライナ行ったかというと、本命はシリアの取材だったわけですよ。シリアに行くけどもちょっと時間が余ったのでウクライナに行ったわけですね。でこの時シリアではとんでもないことが起きていて、あのロシアが空爆を始めてですね、そのこれはアレッポの町ですけど、徹底的に破壊していくわけです。それはもう今と一緒ですよ。病院狙いました、シリアの。学校、商店街、人が集まるとこを全部空爆していったんですよね。でこの時に本来は国際的な批判を巻き起こしてプーチンをですね、これやめさせなあかんかったと思うんですけど、残念ながらこの時はあまりあの批判が起きなかったんですよね。まあこれはおそらくですけど、シリアが中東でイスラム教徒で有色人種で、ウクライナはヨーロッパで白人でキリスト教徒だったからだと思います、僕はね、個人的には。ただどんな宗教であろうが、どんな人であろうが、こういうことは絶対許せないから、今みたいに国際的に批判せなあかんかったわけです、あのプーチンを。ところがプーチン見逃したわけですね、この時。それで、まあ、プーチンは成功してるわけですよ。それと非常に残念なんですけど、プーチンはチェチェンもそうですし、まあ、シリアもそうですが、一回攻め込んだ戦争であの人撤退したことないよね。もうやりきりよんだよね。だそういう意味ではその成功体験と、まあ、彼自身の持っているなんかこう残虐性、こういったものがあるので、まだまだ予断は許さないと思います。でさらにクリミアを取った時にロシアでは、プーチンの支持率が8割超えたはずですわ、確か。だからロシア人の中にもこの大ロシア主義みたいな人がいるので、だからそういう人たちが、まあ、プーチン支持しちゃうので、だからそういう意味ではなかなかこの和平に対するこの停戦合意に持っていくのは非常にあの難しいけども、これ絶対やらないといけないと思います。ということでですね、ちょっとまあキエフに行って私感じたことはですね、例えばね、あの独立路あるでしょ、あの地下に地下鉄通ってるんですよ。で切符買ってね、あの地下鉄乗ったらめっちゃ深いんですわ。もう地面のもう地獄に行くか、なんかものすごい長いエスカレーターでずーっと下っていくんです。ものすごく深いところに走ってるんですが、これなんで深いところか分かりますか？これはね、そう、あの
当時掘った時は米ソ冷戦の真っ最中で、ウクライナはソ連でして、でウクライナに核兵器があるので、だから核戦争になった時のシェルターとしてこんなに深い地下鉄を掘っていて、で今回も地下鉄で避難してましたよね。でそういう意味ではもともとこの戦争に、まあ、翻弄されてきた歴史があると。それからですね、ウクライナの通貨はフリブナというんですよ。でロシアの通貨はルーブルって言いますよね。これはフリブナの写真なんですが、このフリブナというのは銀の塊っていう意味なんですよ。でルーブルがそれを切り取ったものなんです。つまりもともと歴史的にはキエフが栄えて都で、モスクワは辺境だったわけですね。つまりそのキエフの人たちにはそういうその何ていうかこう歴史のこの誇りみたいなの持ってはって、まあいわゆるまあキエフの人から見たらモスクワの田舎者がみたいな感じなんですよ。つまりあの新たにこうモスクワが栄えてきたと、まあ、こういうことで、まあ、その通貨のあのことの名前のあり方でもちょっと見えるか、あの歴史が見えるかなと思いますが、で、あのキエフの姉妹都市は京都なんですね。で、あの、これまあ京都にあのキエフの中にあの京都通りとかね、これは何やろうな、この京都公園とか作ってるんです。で、実は僕キエフに行った時にその真ん中にですね、ドニエプル川が流れてるわけですよ。で、キエフの大聖堂があるわけね、そのロシア正教ので、それで路面電車走ってるんですよ。だからね、あの鴨川があって東寺があって京都の自然って昔走ってたでしょ、よう似てる感じが私もやっぱしました。でそういう意味では本当に歴史的なあのことですね。で、映画ひまわりってご存知ですかね、ソフィア・ローレンの。これはもうあの知ってる人多いと思うんですが、このひまわり咲いてる畑はこれキエフで撮影していて、要はそのドニエプル川が流れていて平坦な肥沃な土地なので、すごい農業的には適したところですよね。はい、まあ、そんなことで、そんなドニエプル川の上流にチェルノブイリ原発があるんです。あの日本の場合はその福島原発は海水で冷やしてるでしょ。チェルノブイリはドニエプル川の水を池、人工池に引き込んでその水で冷やしていたので、ウクライナとベラルーシの間にあるんですね。で実は2014年私行った時はまだあの福島事故の、まあ、記憶がね、世界的にも、まあ、絶対こんなことを許したらあかんという時だったので、キエフにですね、チェルノブイリ博物館というのがあってね、でそこで、当時のチェルノブイリの事故の写真が飾ってありまして、これは一体何かというと、キエフでですね5月1日に命令したんですね、あの事故の直後、事故してるのが4月26日やったと思いますから、その、まあ、5日後ぐらいに、命令してみんな町へ出てきて、で結構たくさん被爆したんです。一体これ何かというと、旧ソ連がチェルノブイリ事故を隠したから、だからキエフの人は知らなかった。それで、まあ、ここは命令はお祭りになりますから、それで被爆してると、日本もね、直ちにとか言って、健康被害がないとか、何やったかな、スピーディーの情報を隠したのと、まあ、全く同じようなことをしています。で、チェルノブイリネックレスって聞かはったことありますか。原発が事故した時に、要素ですか、放射性要素を吸い込んだら、特に若い女性が、あれなんですよ、何や、甲状腺がん、そうそう、甲状腺がんになるので、それでその首を切って取るから、だからこのここにこう傷跡ができるので、このチェルノブイリネックレスと呼ばれてるんですが、まあ、そういう、まあ、その被爆した子どもたちの写真がずっと飾られていたわけですね。で、今回本当にロシアを許せないのは、このチェルノブイリを占拠したと、まずね。そして、ザポリージャ原発をに、まあ、ミサイル撃ち込んで、もう本当危なかったですよね。あれ、原発のなんか何百メートルかところに落ちていて、で、まあ、その原発を抑えているということで、本当に、まあ、原発とか基地なんかは持てば持つほど危ないなというのが、まあ、これでよくわかると思うんですけども、はい、じゃあ逆にプーチン側の言い分はやっぱり聞いとかないといけないと思うので、プーチン側の言い分は一体何かというと、皆さんもご存知の NATO ですね。NATO が、ドイツの、
ベルリンの壁が崩壊して、で東ドイツまで NATO で、そしてその東ヨーロッパに関しては NATO はこれ以上拡大しないという、まあ、これ口約束ですがゴルバチョフとアメリカとで交わしているので、にもかかわらず、まあ、プーチンからすれば14カ国も増えたやないかと、バルト3国も、ね、ルーマニアもチェコもみんな入りよったやないかと、まあ、こういうことを、まあ、プーチンは言ってるわけですね。まあ、確かに私もそう思います。旧ソ連が崩壊したわけですね。そうするとワルシャワ条約機構も消滅してるわけで、 NATO 軍事同盟ですから、もともと NATO いらんかったんちゃうかと、この時91年の時点でね。だから NATO 解散して北大西洋平和条約にしたかったわけですね。ところがそれをしなかった。でなおかつそれをこう広げていったわけですね。で結局ウクライナのところまで来そうになってきたと。でプーチンからすればウクライナだけは絶対譲れないと、このウクライナとベラルーシだけはやっぱり絶対譲れないということで、まあ、ベラルーシは、まあ、あの古文みたいなやつがやってますから、でウクライナもベラルーシみたいにしたかったわけですね。でそういうことで、まあ、プーチン側の言い分で言えば、あの住民投票したときに 96% もロシア選んだやないかと、まあ、こういうことも言いたいと思いますが、この住民投票もですね、なんか最低60日間はあの、告知しなあかんのに、確か10日か20日ぐらいでやっていて、でその住民投票ボイコットした人も多数いるので、だからそういう意味ではですね、この住民投票が本当に有効であったかどうかというのも、まあ、見直さなあかんわけですが、まあ、こういうことをダラダッと短期間のうちにやって、で、ドンバスでは、ロシア系住民が虐殺されているぞみたいなことを言うわけですね。まあ、今も言ってますが、でもこれもね、落ち着いて考えればおかしい話で、もし1万8000人もの、ね、ロシア系住民が殺されているのであれば、この戦争をする前に国連の安保理に、ね、あの提訴してこれをやめさせましょうというのが筋じゃないですか。ところがロシアそれもせずに戦争に踏み切った後にこんなこと言い出すでしょ。で多くの人が、まあ、少なくない、まあ、少ない人かながこれ信じちゃってね、あのロシアもなんかあの言い分はあるわ、あるわとか言う人がいるんやけど、それはちょっとおかしいんちゃうかと僕は思いますね。やっぱりこれはあのプーチンのフェイクではないかと僕は思います。もちろんドンバスで戦いをやってたけども大虐殺が起こったというのは私は聞いたことがないので、はい。でまあ、仮にその NATO の問題、ウクライナは大事やという問題、あるいはドンバスの虐殺問題、そういう問題がもしあったとしても全く戦争する理由にはなりませんよね。というのは、94年やったかな、ウクライナが核を放棄するんです。ウクライナはそれまで世界第3位の核保有国やったんですね。アメリカ、ロシア、ウクライナだった。ところがウクライナ全部核をもうあのロシアに返しますと。でこの時にブダペスト覚書っていうのを交わしてるんですね。一体これは何かというと、ウクライナとロシアとイギリスとアメリカがですね、ウクライナが核を放棄する代わりにこの国たちが、まあ言ったら NPT に参加した国たち、あるいはまあ核保有国も含めて安全を保障しますよということをロシアも入れて覚書にあのしてるわけですから、だからウクライナは攻めませんよということをここで言ってるわけですね。核兵器をあの取り上げる代わりに、だからこれに明らかに違反してるわけです、プーチンは。それとあの皆さんもご存知だと思うんですが、あのミンスク合意というのがあって、でこれはあのベラルーシの首都ミンスクであの決めたわけですね。みんなであのヨーロッパと、プーチンも入って決まったわけです。だから停戦をしましょう、ドンバスで停戦をしましょう、それから外国部隊を撤退しましょう、だからロシア部隊を撤退さなあかんですね。それから、まあ、特別な自治がありますよということと、国境管理は政府によりますよという、こういうことなので、これにもう全く今違反した戦争になっているということですね。でですね、私も本当に感動したんですけど、ロシア国内でですね、この若者を中心にですね、このウクライナの惨状がこのフェイスブックなりあの、ね、いろいろあるじゃないですか、あの TikTok ですか、ああいうものでこう広がっていってですね、で、少なくない人たちが反戦デモをしたと。これ大変勇気があることですよね。
もう捕まんのお見え見えですからね。で実際にたくさんの人が捕まってでいるわけですけども、しかし、反戦のデモが起こったというのは非常に素晴らしいことだと思いますし、国営放送の生放送中にですね、このノーワーと書いたね、この女性が出てきて、これそのプーチンの嘘を信じないでってこう書いてあるわけでしょ。だからそういう意味ではそのテレビ局にいる人ですからやっぱり分かってるんでしょうね、情報が。だからこれをやむにやまれずやって、やったということですよね。しかし残念ながら高齢世代はですね、その SNS やらない人が多いので国営放送しか見てない人が多いから、だからまだプーチンが正しいと思ってる。だから簡単に言えば高齢者層はプーチン正しいと思っていて、若者層はプーチンが間違ってると、まあ、こういうふうに、まあ、今国が 分裂するようなことになっているみたいですね。で本当に嬉しかったのはベルリンなんかで20万人規模のデモが起きて、世界各国でこれ日本でもねいろいろやってますけども、こういうその反戦世論が、起きているというのはこれはプーチンの耳にも入ってるはずですから、そういう意味ではこういうその反戦の連帯した運動というのは非常に大事になってくるというふうに思いますね。でこれは私の意見なんですけど、アメリカはほんまに止める気あったんかなと。今回非常にね不思議なことが起きまして、それは何かというと、この2月24日に侵略戦争が始まったわけですね。でその2月23日もうその前日か前々日ぐらい、あるいは当日だったかもしれません、アメリカのブリンケンとロシアのラブロフが会う約束してたわけですよ。つまり外務大臣同士が会うて話しようとしてたのに、これを直前にアメリカ側がキャンセルしたんですね。で普通その外相会談でこんな緊迫してる時にそのキャンセルというのはこれは本当にその責任放棄になると僕は思いますが、なぜかアメリカはキャンセルした上にバイデンは何を言ったかというと、もうすぐロシアが侵略しますみたいなねことを言い出すわけですね。2月の16、17日から20日ぐらいにかけて、あと2日ぐらいでやりますよって、まあ、見事にこの予想当たってるんですけど、でも通常はこういうその軍事機密情報はテレビなんかで発表しないですよね。そういうことがあるんやったらなおさら止めに行かなきませんよね。でそういうことがあるんやったら外務大臣会談を絶対にキャンセルしてあきませんよね。ところがこういう情報を持ちながらそれをその、停戦交渉せずに外相会談をキャンセルして、結局そのバイデンは軍事介入しないって言ってるんですよ。この時僕大嫌いだけど、トランプはね全て のオプションがテーブルにあるって言うんですよ。つまり軍事介入も含めてやらないように普通は言うべきですよね。もだからそういう意味ではプーチンからすればアメリカは入ってこないし、シリアの時も成功したし、クリミアの時も成功してるし、ロシア国内はそういうそのクリミアを取った時に支持率ガーンと上がってるわけで、プーチンは来年再来年選挙ですから、だからそういう意味ではいけると思ったんでしょうね。でなおかつアフガニスタンでアメリカが撤退する時にガニ大統領はすぐ逃げたわけですよ。ゼレンスキーはコメディアンでしょ、これ絶対すぐ逃げると思ったんちゃいますかね。だから2日か3日でやれば抑えれると、でアメリカも絶対介入してこない、こういうふうに、まあ、ある程度自信があったわけですよね。で、バイデンはバイデンの方でアフガニスタンで撤退で失敗をして、バイデンの支持率は急激に落ちていきました。でさらにアメリカ国内のそのコロナ対策とインフレ対策の失敗で今バイデンはめちゃめちゃ支持率が下がっています。そして今年中間選挙がありますの でそういう意味ではそのアフガンで弱い大統領というそんなレッテルが貼られているので、これウクライナでこういうその武器支援なんかをしてなんていうんですか、ちょっと支持率を考えたのかなと僕はまあちょっと疑ってるんですけどね。まあそんなことでですね、この状況証拠をいろいろまとめていくと、
結局戦争は儲かるということですね。このウクライナの、への侵略戦争で、ドイツはですね、軍事費を GDP2% つまり 1.5 ぐらいから2ドーンと上げて、でドイツは紛争地に武器出さなかった国なんですが、これ紛争地に武器出し始めたと。もうヨーロッパ諸国どんと軍事費上がっていきますね。それからアメリカ、欧米、まあ、いわゆる欧州、アメリカがですね、今ちょろっと言いましたが、積極的に武器を支援した。あの中立国のスウェーデン、フィンランドも銃を送ってますし、ドイツもそうですし、まあ、もちろんポーランド、アメリカ、イギリス、もう予定たがって、この、まあ、武器を渡すと。で、これは、ウクライナに武器渡すべきか渡さないべきかというのは議論がありますが、結果としてはめちゃめちゃ儲かってますよ。これ欧米 の軍産複合でいわゆる兵器産業はめちゃめちゃ儲かってますよね。これでさらにですね、フィンランドとスウェーデンはですね、かつてソ連にこう侵略されたこともあるし、この2つの国はですね、その冷静になってですね、 NATO には入ってないわけですね。しかし、この戦争をきっかけにフィンランドの世論調査をすると急激に NATO に行こうという人が増えていますね。そうするとまたフィンランドに基地が置けるようになって、フィンランドにミサイルも配備できるようになってと、まあ、こういうことになっていきますから、だからさらに緊張度が高まっていくと思うんですね、フィンランドが入れば。でもそういう意味ではフィンランドもの人々も危険を感じているので、NATO に入った方がええんちゃうかと、こういうふうに世論がこの、軍事の方にこう行ってしまいましたね。さらにですね、もうガソリン上がってますよね。こうなればその原油やガスは上がっていきますので、アメリカは、世界第1位の産油国です。で、まあ、そういう意味ではですね、この、兵器産業と石油産業はこの戦争でめちゃめちゃ儲かるだろうなというふうに思います。はい。でですね、この日本です。この戦争に乗じてですね、この安倍という人と松井という人が核を共有したらええねんと、つまり非核三原則の持ち込ませないというのをやめてアメリカの核を置いといたらええねんと、こういうふうに言い出すわけですね。でこの松井一郎もですね、これもうすぐにこの安倍と賛成してですね、こういうことを言い出すということですよね。これ核共有というのはどういうことかというと、アメリカとソ連が冷戦した時、冷戦初期に、ドイツとオランダとベルギーとイタリアとトルコ、この5カ国に限ってもしソ連が攻めてきたら困るので、アメリカの核をこの国の国内に置いとこうと、これでやったわけですね、核共有を。ところがその核はアメリカの核ですから、この核を使うにはアメリカとイギリス の同意が必要だということになっております。でさらにですね、この時期はその核には核でという意識が強かったと思うんです、世界中にね。しかしだんだんみんな冷静になって、この NPT というのができるんですよ、この後。 NPT というのは核不拡散条約で、この5カ国以外の国は持たないでおこうと、こういうふうにもう核兵器はもう絶対悪やからやめようということで、もう5カ国持ってるから今作ってるのもしゃあないけども、これ以上作らんとこうと、まあ、こういうことを決めて、この NPT にはドイツやオランダ入ってますから、でそういう意味ではですね、共有するよりもなくしていこうというふうに、この後歴史的にそうみんなそう思い出して、で、去年ですね、核兵器禁止条約が批准されましてね、でこれが、まあ、有効になっていくということですから、世界の流れは間違いなく核を共有するというよりも核をなくそうということで今まで来たし、で何よりも日本は広島長崎を経験していて、これをもうね、教訓として持っている国で、そんな国の、まあ、元首相と現首相が、ね、核を持とうなんていうのはもうとんでもないことで、早く落とさなあかんと思いますけど、まあ、そんなことになってるということですね。でそれとですね、安倍晋三という人は、プーチンに騙されましたよね。このウラジミール言ってますよね。この日ソ会談してね、あたかも北方領土が帰ってくるかのような
イメージを振りまいて、これ何て言ってるかね、ゴールまでウラジミール2人の力で駆けて駆け抜けようではありませんか、お前ら2人で駆けとくと思いますけど、あの要はですね、こういうことを言って、なんかこのこれやってる時はもうプーチンがあれですよ、クリミアを併合した後ですよ。つまり世界は迷いを潜めてるんですよ、プーチンに。さらに俺はプーチンと仲ええねん言うて、ウラジミール言うてね、で連れてきて、でこのクリミア併合の後でなんと3000億円を日本がロシアに差し出すということまで決めさせられてる。でこの3000億円というのは金に色ついてへんから、もしかしてこの金で戦車とかミサイル買うてる可能性あるから、日本の金でウクライナ人を殺してることになるので、だからこういうことをやりよったやつですよね。だからですね、本当にね、もう幼稚なんですよこの人たちは。だって北方領土のうちの2頭帰ってくるかのようなこと言ってたでしょ。帰ってきませんって、そんなもんドンバスも取り寄るし、クリミアも取り寄る人 で北方領土なんて絶対返しませんし、でさらに皆さん覚えてはりますかね、これプーチンと安倍がね、安倍晋三こう喋っててね、でプーチン聞くんですよ、安倍にね、じゃあ返したら択捉とか国後とか歯舞前にアメリカは基地を置きませんよねって言うんですよ、プーチンは。ほな安倍晋三という人はそこで止まるわけですよ。なんでや、分かりますよね。日本には日米地位協定があって、日米地位協定には何て書いてあるか言ったら、アメリカは日本のどこにでも基地を置けると書いてあるわけです。つまり北方四島を返してほしかったら日米地位協定をやめなあかん、切り替えてから交渉せなあかんんだけど、そんなことも知らんかったんやろね。なのでなんとなく返ってくるような雰囲気で、で2島ね、4島返さなあかんのに2島になるやろ言って、でその2島も帰らずに、で3000億円取られたという、もうとんでもないことになってしまったということですね。金だけ取られたということです。でちょっと後でも喋りたいんですが、本当に今の岸田内閣ちょっと危なくて、その敵基地攻撃能力を持とうとか、さっきのね GDP2% まで軍事費引き上げよう、今 1% ですけど、だから、この憲法9条を変えたい勢力に、まあ、支配されているんでしょう。でアメリカの要求もあるんでしょう。なのでこれ見てください、これ防衛費、この民主党の時に、一番底になったんですが、安倍内閣になってどんどん上がって、ものすごい V 字カーブで、軍事費だけ上がっています。コロナ対策に金使わなあかんのに、こういうことになってるわけですね。さらに、この、これね GDP2% 今5兆円なんですわ、5兆円ちょっとなんですね、日本の軍事費が。でですね、軍事費の1位はアメリカで大体80兆円ですね。で中国はこれ20兆円ぐらいどんどん上がってます。3位がこの時はインドで、4位ロシアと、で日本は9位なんですが、もし GDP2% にしたらこれ10兆円になるので、日本は3位になるんですよ。憲法9条を持ってて戦争しないということを決めた国がなんで軍事費3位になるのという話で、これは本当にね絶対許してはいけないことですね。ということでですね、ちょっと今ざっとウクライナ問題を喋らせてもらいました。もし質問とかご意見とかあると思いますので、ちょっと休憩を挟んでアフガニスタンの報告をしてから、ウクライナとアフガニスタンと両方ちょっと質疑応答をやっていきたいと思いますので、それでは後半やりますね。ちょっとこれ真ん中だけです。じゃあこちらつけておこうか。はい、こちらですけど、はい。ですね、要はですね、私戦争で、傷つく人たちが、残念ながら世界で多々おられるわけですけれども、今ウクライナが大変なことになってますが、実はこのアフガニスタンですね、これ43年戦争してまして、で私12回目に入ってきたんですけど、初めてアメリカがいなかった。でタリバン政権になっていたということでですね、ちょっといろいろ、その移り変わりを今から見てもらいますが、まずですね、もう忘れてはる方もいはるかもしれませんが、去年の8月にアメリカが撤退するときに、アフガニスタン軍がカブールを守るというふうになってたにもかかわらず、さっき出てきたガニですね、ガニ大統領がスッと逃げまして、自分の金だけ持ってね、それで
タリバンがカブールに陥落しました。この時に、僕の通訳が、カブールの様子を写真撮って送ってきてくれましたので、それを、まあ、前半見ていただいて、後半はあの、私はあの10年前に、中村哲さんと偶然アフガニスタンで出会っていて、で中村哲さんが2年前殺されましたので、去年、その中村哲さんの用水路の様子をあの取材に行きましたので、後半はその用水路が出てきます。それではちょっとまずあの去年のアフガニスタンを見てください。カブールはあっけなくタリバンに陥落しました。2021年の春からアフガン各地で政府軍とタリバンの戦闘が続いていて、各地でタリバンが勝利していました。米軍に協力した人々がタリバンによって殺されています。アフガン政府軍の兵士が老人を抱き上げて逃げていきます。地方都市から人々はカブールに大移動していたのです。カブールはタリバンから逃げてきた人々でいっぱいになっていました。これは中学校の中庭で野宿する人々、国道沿いの空き地にもこんな人々が溢れていました。ここなら大丈夫だろうと思っていた人々はあっけなく陥落したので、カブールは大パニックになりました。諸外国に逃げようとする人々で空港のゲートはいっぱいになりました。この壁を乗り越えて空港に入ろうとする人々をアメリカ兵が棒で押し返しています。運よく滑走路までたどり着いた人々は、でも飛行機が乗りません。エンジンの中に座り込んだり飛行機の天井に登ったりした人もいます。これは空港ロビーに捨てられた赤ちゃん、現代版の中国残留孤児のようです。空港の入り口では一部の群衆が暴徒化して、アメリカ兵はここで5人の若者を射殺してしまいました。一方、カブールに残った人々の生活はどうなっていたのでしょうか。市場で物を盗んだとされる人にタリバン兵が公開リンチをしています。正当な裁判はありません。タリバン兵の命令を聞かなかった人が銃で小突かれています。たくさんの人が家財道具を売ってから逃げたので、市場は巨大なリサイクルショップのようになっています。私の通訳が緊急に食料支援をしました。みんな明らかに飢えています。アフガンの冬は寒い。人道支援がなければこの冬人々は凍死餓死するでしょう。アメリカは20年間にわたるテロとの戦いに8兆ドルの拒否を投じ、約90万人の人々が殺害されました。そしてアメリカのテロとの戦いは一時はタリバン政権を倒しましたが、また元のタリバン政権に戻してしまったんです。2010年1月、私はアフガニスタン東部のジャラーバードから車で1時間、ダンベリー砂漠というところで偶然中村哲さんと出会いました。それから10年後、私は中村さんの用水路が今どうなっているのか現地に入って取材しました。はい、中村さんの、ね、用水路を見てもらったんですけど、実はですね、私あの先月アフガニスタンに行きまして、で、まあ、あの初めてタリバンの政権の下でのアフガンを取材したんですが、僕が行くその1週間前にあのノルウェー人ジャーナリストが3人捕まってましてね、あのジャーナリストはみんなアメリカのスパイやと思われるので、タリバンの許可なく取材したら捕まるんですよね。で僕がアフガン入って3日後ぐらいに17人外国人捕まったんですよ。それはジャーナリストもいるし、アフガニスタン の, そのいわゆるその、レアメタルを狙いに行った企業の人もいるんですけど、でそういう人たちが、まあ、スパイとして捕まってね。で僕はあの結論から言うとタリバンのナンバー2におってインタビューもできてるんです。でそれはあの僕は日本人だからです。あの中村哲さんが日本人で、アフガニスタンでは日本だけが軍隊を送らなかったんですよね。思い出してくださいね、この911テロが起きてアメリカのニューヨークがやられたわけですね。で当時のブッシュ大統領はね、テロとの戦いだってやってですね、イギリスもフランスもロシあの、カナダもイタリアもドイツもみんな集団的自衛権を行使していったわけですよ、アフガニスタンに。当時日本だけが集団的自衛権を使えなかったので、日本だけが誰も殺してないわけですよ、アフガニスタンの人をね。なのでタリバンは中村さんがめちゃめちゃ好きであるということと日本を評価しているので、僕は捕まらずにタリバンの取材許可で取材ができたと、まあ、こういうことなんですけれども、
じゃあですね、その2月の、映像をまとめてますので、まあ、先月ですね、行ってきましたので、まあ、帰ってきてからですね、7日間隔離されまして、でその後、まあ外へ出れるようになったんですけれども、でそれはコロナでですよ、僕は悪いことしたわけじゃないです捕まったわけじゃないんですけど、自宅隔離があるのでね、はい、それではちょっと2月のアフガニスタンを見てください。This kind of war is new building, new build, new build after the August, after the August. 8月のパニックの後にあのビル壁を建てたから、なかったのか。Empty, so because of the no tourist, no tourist. 旅行者がいないので、タクシーも失業してますね。街の様子は、そうですね、大して変わらないようにも見えますが、ちょっと人が少ないような感じがします。People are running away. No work, yeah. No food, yeah. No economy. そうですね、ちょっとやっぱり人口が減ってますね。もっと人がいましたからね。マスードの肖像が消えていいと、そしてみんなタリバンの方になりましたね。ここはマスード将軍の、ね、あの身側が書いてあったんですけど、あ、そして中村さんの絵が消えてますね。あ、なんか無理だ、リサピア、リサピア、あ、残念やな、あそこに中村さんの絵が描いてあったんですけどね。 Over there is American embassy. Yeah. But now is also? No. No American. It's closed. アメリカ大使館は閉まっているということですね。それはそうでしょうね。見えたからね。そこだけ残ってます。アメリカをやっつけたぞと書いてあるわけですよ。タリバンが政権の直後にアメリカがここをテロリストの家だと間違えて誤爆をして、で10人が殺されています。そして、この、残された家族はもうここに住めないので、出て行きました。それで別の家族がこの家を修理して、今は別の家族が住んでいます。それではちょっと中に入ってみたいと思います。This is a Niko. From the drone? What? Your child. The small piece of rocket which is made of all. So this one is attacking, and here was another car, another car part. Yeah. So the rocket just hit the car, yes, and this went to the ground. So, ここにたまたま住んでいた人の車がテロリストの持っている車と、まあ、同じだったわけですよ。それでアメリカはそのテロリストが乗っていると思ってここを空爆したんですけど、全く普通の家だったわけですね。そしてですね、こちらこれ見ていただけますか。こちらですね、これその当時にロケット弾で開いた穴ですね。で実はここに確か白のトヨタのカローラだったと思うんですけど、そのトヨタ のカローラがここ入って、この駐車場に入ってきた時にドローンですね、アメリカの無人飛行機から、その車にめがけて爆弾が落ちて、でちょうどこの車で遊んでいた、車の周りに遊んでいた子供たちが亡くなったということですね。おそらく、まあ、お父さんが帰ってきて、まあ、子供が出てきたのかもしれませんが、それで、10人殺されまして、たまたまこの車の横に止まっていたこちらの車の外板は残っていますけれども、この穴は
当時の、ロケット弾による破片が、まあ、これを当たっていて、でこの車はトータルにもう燃え上がって破壊されていまして、中にはですね、この生活が感じられる子どもたちの草履とかがありまして、おそらくこの靴の何足かは被害者の子どもたちのものではないかと思われます。当時ですね、タリバンがその政権を取った直後だったので、アメリカも非常になんていうんですかね、もともと語学多いんですけれども、その報復の気持ちがあったと思いますし、よく調べもしないで同じ方の車だということだけで、語学してしまうというのは、非常にまあ、なんていうんですかね、まあ、戦争に語学がつきようなんですけれども、アメリカは最初から最後まで、本当にこの戦争の最後の日まで語学をしていたということだと思います。1万4000人ぐらいの人が住んでいるんですけども、今ここの、まあ、とある一つ のテントに来たんですが、これ屋根がですね、非常に弱くて、で雪が出まして、その雪の重みで、その屋根が崩落しまして、でちょうどこの時にヒーターが爆発してここで火事になったんですね。クーラー、ああこれで終わりに行きますね。これは豆、何が入ってんだよ。空っぽですね。あ、このお茶、こういうの。キリさんです。あ、明日でもいいよ、ちゃんと。This is a toilet, toilet. The water, water should come here. The bathroom. The bathroom, yeah. Bathroom. Okay. Now what's the happy Uber?
で、ここは典型的な、まあ、難民の家の一つで、このそうですね、大体14、5畳ぐらいありますかね、ここに13人寝てます。それとですね、これあの雪よけの雪解け水がですね、こう溜まってですね、こう水の音がしてまして、これが、ね、その雨漏りになっているので、なんとかこの、しっかりした天井がないと、また大雪が来れば、またね、あの水が漏れてくると。ようやく許可が下りましたので、今から病室を。Everything is clean and very well quality. Before there was only potato. Only potato. Ah, okay. But do you have a meat? Okay. I went to the hospital, but this is a high price, so I don't know.He would clean up the snow.雪かきをしていたわけですね、屋根に登って。で、しかしあのアフガニスタンは屋根にあのケーブル、電気ケーブルが結構引いてあって、でその電気ケーブルがあのカバーされてないわけですよ。でそれで雪かきの時に電気ケーブルを踏んじゃったんですね。それで大やけどをして。アメリカンサンクション。Yeah. Because of that. Yeah. American sanction. Yeah. Sanction.No food. サイド・シャハーダ女子高校です。で去年の5月にここで大規模なテロがありまして、女子高生が67人ここで殺されてしまいました。で、3カ所で爆発があったんですけど、そのうちの1カ所がこの校門のここで爆発が起きて、で大量の女子高生がここで亡くなりました。Six children. So three sons, three daughters. Two daughters died, yeah. And one daughter now. ちょっとお見舞いとして100ドルをお渡ししたいと思います。 OK, so, OK, this is from Japan Kimbo. Megi Asarath Matam Chokon Darshan.
日本の皆さんからいただいた、お金で、この学用品を買いまして、ご支援いただいた日本の皆さん本当にありがとうございました。شما در آینده باقی عمرتان با یک نعمتی بسیار یا عمر یک نعمتی بسیار بزرگ است. وقت یک نعمتی بسیار بزرگ است. صحت یک نعمتی بسیار بزرگ است. شما با افتخار در دین اکثریت دیدم که جوانه با شما ستون فقرات مملکت با شما است. صحیح باشد؟ Do you know them, Mr. Nakamura? In Jalapad, a house a jur bekat, bag a jur bekat, park jur bekat, band bas a jur bekat. Oh, get the interview. Salam alaikum. Fahim, how old are you? John Mohamed. How old? So why you take the drug? As far as your car. At the bridge. He came from Pakistan. How many years? Five months. Who take you come here? Marat Islami, General Marat. This is the Yarmouk military camp. Yeah. ヤルモク軍事基地の中に入りました。 Oka is originally American. But now you are government. All of the originally the guarding government? Yeah, all of this Soviet. Okay, so previous government. This kind of car, originally the American. Yes, all of this. Origin American. Yeah. And now you get. Yeah, of course. And to protect the this. Now, this skin is very important for us. Very important, yes. There's not one to wish. この、まあ、装甲車なんですけど、もともとアメリカ軍の持っていたものです。で、米軍が持っていたものを、アフガン政府軍に、譲りまして、で、去年の8月にアフガン政府が逃げていきましたので、これらの車はみんな今の政権が持っていると。もともと CRU という基地だったんですね、ここは。それが今、ヤルモックという名前に変わってまして、つまりこれはですね、もう本当に米軍のものを。Special calls. Yeah. Soldier.
アメリカ年16年いますね。ベラマナナ。サラマレイコン。サンキューベリマイ。サンキュー。あの私はあのカブール市内のスーパーマーケットの前にいますけれども、富裕層がもう逃げてしまって、このような高級、まあ現地の人がなければ高級物資を売るようなスーパーマーケット、あの非常に便利だったんですけれども、閉まっています。で、何か所かスーパーマーケットあったんですけど、まあ、ほとんど閉まっていまして、経済が全然回っていないということが分かると思います。はい、まあこれでちょっともうあの一旦終わりますね。まあ見ていただいたようにですね、アメリカの武器はみんなタリバン行ってるわけですよ。だからアメリカはタリバンを抑え、まあ掃討するために武器を入れたわけですけど、今やその武器が、タリバンのものになって人々を弾圧して、人々はタリバンに反抗できないという、だからまあ原則はですね、武器を持てば持つほど危なくなるし、こういう、まあ、武器や原発はあればあるほど、まあ、独裁的なところに利用された場合非常に危ないということですよね。で、今ウクライナに、まあ、武器を渡す、ことをやってまして、まあまあ、これの是非は置いときましょう。いろいろいろんな意見があると思いますが、つまり戦争する前に止めないとあかんかったわけですね。だからそのなんていうんですかね、アフガニスタンの時は 9.11 のパニックになって、でみんなそのビンラディンをやっつけろみたいな形でやって、でその結果これですからね。でプーチンのウクライナの場合はやっぱりその、NATO がこう東方拡大する時にやはりもっとその話し合って、まあなんていうんですかね、そのこういうなる前に、まあその会談をして、まあ、その平和的な取り決めを決めておかなか、おかないとダメだったと、まあ、こういうふうに思うわけですが、で、そこでですね、今日のテーマのじゃあ日本はどうしたらいいのかということで、言いますと、まあ、これは一つの資料として見てもらいたいんですけれども、要はですね、さっきも言いましたように、日本もどん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 戦争するような、国の体制になってきてですね、軍拡路線を、走っていますね。安倍菅の9年間でさっき見ていただいたように防衛費がもううなぎ登りになりまして、今補正予算を合わせれば6兆円を超えると、で先ほど、言ったようにもう10兆円を超す 2% やったらですね、世界第3位になっちゃうと。で、この間、非常に顕著な例として、挙げたいのは自衛隊が護衛艦を持ってたわけです。出雲と加賀というんですけど、これ大きな船なんですが、この護衛艦はその潜水艦に対する日本をこう守るための専守防衛の船だったわけですけれども、それを空母にするということを決めてしまいまして、で空母にしようとしています。この空母というのは間違いなく相手を打撃する部隊ですから、こんなものは専守防衛にいらないわけですが、要は敵基地攻撃をするための船ですね。で、その空母に乗せる戦闘機を今爆買いしてまして、これ F-35 というやつですけども、これがまたバカ高いわけですよ。めちゃめちゃお金をかけてこの空母体制を今作っているところですね。で一体じゃあこれ一体なんでこうなったかというと、坊ちゃんがですね、トランプ大統領とゴルフしたからですよ。この坊ちゃんはですね、このゴルフをしましてね、でこれこんなね、もうずっと転げとけと思いますけどね。でこれで決めたんですよ。この2人のゴルフの後ね、心臓アメリカの武器を買え言われて、で、まあ、こうやって写真撮らされ、まあ、撮ってね、でこの坊ちゃんが買っちゃったと。でその背景にあるのは皆さん覚えてますよね。15年9月にですね、安保法制を強行採決したわけですね。もう国民の反対世論を無視して、国会20万人で取り囲んでいるのに、それを、まあ、自民公明がこう強行採決したと。でここで戦争できる国づくりにせなあかんとこうなりまして、空母を持たなあかんとこうなったわけでね。だからこの時点でだいぶ大きなターニングポイントを日本は回ってしまってるわけですが、それでですね、アメリカの武器を爆買いしますが、この日本はアメリカの武器を買う場合 FMS 契約で買います。 FMS 契約というのは、まあ簡単に言えばアメリカは見積もり額を変更できます。つまり
一機100億円だと言って、で、じゃあ買いますと言って、いやいや、一機200億円になったと言ったら、200億で買わなあかんわけですよ。アメリカのいいねで買わなあかんということですね。それと、途中で解約できます、アメリカは。おそらく、その、イラン革命みたいなのが起きたら、アメリカ武器売りたくないので、途中でやめることができるということだと思いますが、日本はおそらくアメリカの言いなりなので、2番はあんまり関係ないと思いますが、3番、すべて前払いやと。どんな契約で買うねんと。こんなんね、これ、普通ね、普通消費者庁行ったら、これ、こんなあかんでと言うと思いますけど、それでですね、F35 だけでも6兆円ものお金をかけて、買おうとしております。韓国は賢くて、韓国も買おうとしてましたが、このコロナが来たので、お金がないのでやめております。だから、これもやめることができるはずなんですが、日本の場合は、ずっと、買い続けると。で、そもそも空母の訓練というのは一体何かというと、これはですね、空母の甲板は300メートルしかないわけですね。通常の滑走路は3000メートルあるわけです。で、もう音速のスピードで来るわけでしょ。で、3000メートルでもなかなか止まりにくいのに、300メートルで止まらなあかんわけですよ。なので、この戦闘機のパイロットはめちゃめちゃ訓練が必要。で、空母の甲板入った時に、ワイヤーで止めるんですよ。ワイヤーで引っ掛けて。で、これで失敗したら海に落ちて亡くなるわけですから、だから、とんでもない危ない訓練を、とんでもない音を立てて飛びます。で、これはですね、夜やるんですよ。深夜3時までやります。どんな音がするか、ちょっとだけ聞いてみましょうかね。これ、はい。これをずっとやるわけですね。で、この基地は、今どこにあるかというと、硫黄島にあるんですが、それを、鹿児島県の種子島の隣の馬毛島に持ってこようと。で、この馬毛島というのが、この無人島なんですが、この、滑走路が2本あるということで、じゃあなんで馬毛島に持ってくるのかというと、アメリカの不満ですね。もともと空母の訓練は神奈川の厚木でやってました。ところが厚木の人もうるそうでたまらんから、これ嫌や言うたので、アメリカ軍は岩国に持って行ったんですよ。山口の岩国、ところがやっぱり岩国の人もうるさいでしょ。なので今や硫黄島でやってるわけですね。ところがめちゃめちゃ遠いと、めちゃめちゃ遠いからもうちょっと近いところでやらせてくれということで、馬毛島になったんですよ。でそれも、2プラス2というね、このアメリカの外務大臣防衛庁長官と日本の外務大臣防衛省の大臣で決まった。で、この馬毛島は80年に無人島になってます。で、日本の滑走路ができてます。これは、地元の市長はもうずっと反対してます。ところが、その種子島は、西之表市と中種町、南種町で、西之表市の市長は反対してるんだけど、中種、南種は賛成してるんですね。で、まあ、こういう状況で今、空母の基地ができようとしてるんですけれども、これをですね、この、持っていたのが立石さんという人で、これが買ったわけですよ、この島を、4億円で。で、この島を売るということになって、国は45億で買うと言ったんですけど、立石さんを400億で売ると、まあ、こういうことで、なかなか交渉が成立しませんでした。で、それで、間にリッチハーベストという会社が入って、これ不動産会社なんですが、この人は、リッチハーベストは、この岡山から出てる加藤睦月という衆議院議員と親しくて、で、実はこの加藤睦月の娘婿が、菅内閣の時の官房長官の加藤勝信でありまして、この加藤和信と、リッチ社は4回面談をして、そして、その泉博人というコネクティングやってた人と3回面談して、それで、160億で買ってるんですね。でこれは菅案件で、菅総理、かつての菅総理の案件でありまして、これは逆森友事件ではないかと。森友はゴミが埋まっているというストーリーを作って、値下げしてただ同然で売ったと、今回はこれ滑走路があるというストーリーを作って、高い値で買ったと、しかし滑走路は舗装されておらず、風向きを考えると撤去しなあかんので、この滑走路はない方がいいわけですね。で新たに2本作り直すということですから、だから、これは、なぜ160億円もの多額なお金で買ったのか、情報が公開されておりません。情報公開請求かけたら真っ黒でした。ということで、これは逆の森友ではないかと僕は思っています。はい。で、辺野古ピンチですよね。名護の市長選挙で、沈黙をしている市長が当選してしまいました。反対の市長は、当選できなかったんですね。
で投票率が8ポイントも下がったんですよ、名護市長選挙で。これは一体どういうことかというと、沖縄の人が何度も何度も反対をして、どんなに座り込んでも政府は粛々とやりよるわけね。なのでもう諦めてですね、でもええわと、でその代わり金取ったらええんちゃうかと、こういうふうになったんじゃないかと僕は思ってまして、だからそういう意味では、今ここで諦めると、やられちゃうなと思います。沖縄の海兵隊の定員1万9000人いるんですが、このうちグアムに、9000人ほど移転していきますので、最終的には2000人になるわけですから、だからもともと普天間なんていらないわけですね。あ、ごめんなさい、辺野古なんていらないわけですよ。普天間を閉鎖するだけでええんですよ。ところがなぜ作るかというと、これは利権でしょうね。この埋め立ての工事の会社はほとんど自民党と維新の企業ですから、だからそういう意味では、利権で動いてると。それから今ウクライナ に、まあ、連動して台湾に、台湾が危ないとか言うでしょ。で与那国島という一番台湾に近い島に、あの自衛隊のレーダー基地ができました。そして石垣島というね、その南の島に、宮古島もそうですが、自衛隊のミサイル基地ができております。だからつまりですね、あの沖縄の諸島全体をあのずっとあの基地にしていくということをやってるわけですね。じゃあそもそもですね、まあ、あのアメリカが日本をほんまに守るのかと、あの今回のウクライナもそうですけれども、あの要はですね、なんでこんなに思いやり予算とか出してアメリカがあのどん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 基地やってですね、日本はあの支えるかというと、それはもしソ連が攻めてきたらね、かつてはですよ、守ってもらわなあかんと。もしソ連が攻めてきたらということであれば、アメリカの基地は北海道に置かなあかんわけですよ。でも北海道には自衛隊があって、米軍基地の一番北は青森県の三沢の空軍ですね。陸海軍は神奈川なんですよ。で沖縄に基地が集中してるわけね。つまりもしソ連が北海道から攻めてきたら、北海道の自衛隊が戦えることですね。その間に青森の空軍は沖縄に逃げておきますと。でどんどん南下してきたら、陸軍と海軍は神奈川から船で沖縄に逃げておきますと。で大阪ぐらいまで来たらソ連は疲れてるやろうから、この辺りであの沖縄から米軍が出動してやっつけますと、まあ、こういうことだと思いますね。だから鼻から守る気はなかったと僕は思います。で今中国が脅威になってますね。ソ連が崩壊して、まあ、でまだロシアであの、まあ、脅威ですけども、中国脅威になったら、中国は沖縄に近いじゃないですか。中国のミサイル沖縄に届きますよね。そうすると海兵隊が危ないわけね。だから海兵隊をグアムに移すわけですよ、ね、つまり自衛隊で戦えってことですね。だからもともといらんと僕は思いますわ、アメリカ軍基地は。だからまあ A か B かではなくて C があるはずだと、ね、この消費税を引き上げないと年金悪なりますせと。で消費税 20% にする、で年金守るが A 案、 B 案は消費税をそのまま 10% で置いといて、その間年金は潰すというのが B 案。これどっちも嫌やけど、そのめちゃめちゃ金持ちがいるわけですよ。アマゾンのベゾスとか、あのマイクロソフトのビル・ゲイツとか、日本で言うたらユニクロの柳井とか、こういう人らが税金払ってへんわけやから、こっから税金取って、であのやればあの福島を守れるし、消費税引き下げれる。沖縄の記事だってね、普天間が危ない、確か危ない、だから辺野古を作ります、これが A ですね。 B は普天間危ないけど辺野古反対なので普天間ずっと使いますが B ですけど、そもそも沖縄の海兵隊が2000人まで縮小されんねんから、普天間そのまま閉めますという C があるはずですよね。テロとの戦いもそうですね。テロがありました。アメリカの大統領が出てきて、世界はアメリカにつくのか、テロリストにつくのか、これ A か B かって言うんですけど、 C があるわけですね。日本は平和憲法を持っているので、アメリカの戦争には協力しませんと。その代わりテロリストにも協力しないので、例えばアフガニスタン和平会議を大阪で開きましょう、で話し合いましょうというのが C だと思いますね。ということで、まあ、このウクライナもそうなんですけど、やっぱりC の方法というものを私たちは考えていかないといけない。そのおそらくそれはですね、もっと早くに停戦合意させるため の積極的な平和外交だったというふうに思います。そういう意味ではですね、まだ遅くないので、そういう声をですね上げて、で早く停戦しろと。はっきり言って経済制裁というのはあんまり効果ないと思ってます。それはなぜかというと、私イラクに行った時、
アメリカの経済制裁でイラクの人たちはめちゃめちゃ貧困になってました。でもフセインは何と言ったか、国民に対してアメリカのおかげでこんななったんやと、だから団結してアメリカと戦おうと言って、フセインは経済制裁されても倒れませんでした。北朝鮮も経済制裁しても倒れていません。おそらくタリバンも今されてますけど、人々は貧しいですけどタリバンは豊かです。でおそらくプーチンも豊かでしょう、このまま経済制裁しても。それよりもむしろ停戦合意をかけていくということと、だってね、経済制裁したら今こうやってロシアの反戦運動してる人も貧しくなって、その反戦運動できないかもしれませんしね。それよりもやっぱり早くその停戦合意をかけていくということだと思いますね。ほとんど効果は現れないんではないかと思います。だって中国がね、ロシアを支えていく可能性が高いので、そういう意味ではあんまり効果はないだろうと。むしろ積極的にその介入して平和条約を結ばせるということだと思いますが、なぜそれをしないかというと、さっきの話の繰り返しになりますが、戦争をだら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 と長く続ければ続けるほど儲かるんですよ。武器が売れるんですよ。あと石油やガスが、ね、高騰しますから。そういうところが、非常にその唯一の勝ち組で、アメリカ兵も死ぬし、ロシア兵も死ぬし、ウクライナの人も殺されるし、アフガニスタン人の、一般の人たちもたくさん殺されたけども、結局戦争をして、唯一勝ち組は軍産複合体ではないかというふうに思いますので、そのあたりを冷静に見ていかないといけないというふうに思います。ということで、約束の45分後半が過ぎましたので、一旦ですね、私の話を終えまして、もう本当に何でもいいので、ご意見や、ご質問なんかを受け付けていきたいなというふうに思っております。ということで、大体この会場、まあ、5時まで借りてるんですが、4時過ぎに終わりたいので、あと 2,30 分の間だけ、まあこういうね、まあ、3連休の間で本当に忙しい中来ていただいて、あんまり友達もやらへんのかもしれませんし僕もそうですけど来てくれたかもしれませんけど、もしよろしければですね、率直な意見なり質問なりを、はい、出してもらえればと思います。どなたかやはりますか。はい、はい、はい、すみません。はい、めちゃくちゃ素人で申し訳ないですけど、いえいえ、はい、タリバンの資金源はどこにあったんでしょうか。タリバンの資金源はもともとはパキスタンの作った軍隊なので、タリバンを支えていたのはパキスタンとサウジアラビアという、その要はかつてソ連が攻めてきたから、だからタリバンとかアフガンゲリラはパキスタンとかサウジアラビアとかアメリカが支えていたんですが、そのアフガンが内戦になってね、でそれでパキスタンからすればインドと戦争してるでしょ。だからパキスタンからすればインドと戦うためにはアフガニスタンをパキスタンの属国にしないと戦いにくいわけです。パキスタンがからすれば全門の虎後門の狼になるので、だからパキスタンからすれば後ろのアフガンは自分たちの言うことを聞く勢力をにしたかったわけですね。で内戦があってマスードとかと例えば戦ってたんですが、当初はパキスタンがお金も金も武器も援助してタリバン政権にしたんですね。でところが 9.11 が起きて、タリバンはその時に世界の、ま、もう 悪の権限みたいになって、それでパキスタンはなかなか表立っては支援できなくなったんで、それでタリバンからすれば血腫を栽培して、それでそのお金で武器を買ったりとか、だからアフガニスタンは世界のヘロインの9割ですわ。だから農民が小麦作るところを決して作らせたりとかして、でまあそういうことで、まあ、資金源の一つにしてたわけで、それとまあ何て言うんですかね、やっぱりそのイスラム的なその勇士みたいなのあったかもしれません。そのアメリカと戦っているので、それアルカイダじゃないんやけど、タリバン的なところに融資をするそのサウジの王様とかが 裏からね融資してた可能性高いですけど、その辺はちょっとわからないですけど、まあ、まあそんなことでタリバンはずっと資金源を得ながら、まあ簡単に言えば侵略してるのは、まあ、かつて旧ソ連で、で今はアメリカでしょ。
だから侵略しているアメリカ兵とそこから戦うアフガン人はやっぱりモチベーションが違うわけですね。今ロシアもそうですよ。ロシア兵が侵略しているけどウクライナ人はモチベーションが高いので、結局そのタリバンだって侵略したアメリカを追い出そうという大義があるわけですよ。なのでそういう意味ではまあ、民間の人もタリバンを支持する人がだんだん増えていって、ただまあお金は、まあ、一つはその消し栽培で稼いでいたというのは、明らかですね。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ大きい声で。はい、明日ね、ウクライナの大統領と日本の岸田首相と例えば、リモートで会議するというふうに、どのような進展というか西田さんは思われますかね。そういうふうにこう確認できる。もしね、もし前の総選挙で野党4党が勝っていて平和憲法9条を守れということになっていて、でそういう首相であればしっかりと停戦合意のために日本は戦争にコミットしてない国なので、だから日本が仲介してロシアとウクライナの間を取り持って、その東京会議でも開きませんかみたいなことを言ってくれる首相ならいいんですけど、岸田さんはアメリカべったりなのでそれは絶対やらないと思うんですね。でおそらくその、ウクライナに対してウクライナの大統領は、まあ、例えば戦闘機とかミサイルとかくれと言うでしょう。でも岸田さんはさすがにそれは日本ですから、でなんか防弾チョッキとか渡してるね、ヘルメットとか、そういうことと、あとおそらくそのお金で援助しますみたいなこと言うんじゃないですかね。日本の場合は特にその傾向が強いので、だから何億円か振り込みますと、あとまあその経済制裁もっと強めますよということぐらいしか用意はんのちゃうかなと思うんですね。でもそれはゼレンスキーにお金を渡すということはおそらくそのなんていうんですか、ゼレンスキーも18歳から60歳まで国から出たらあかんって男性ね、戦い打てますから、だからそういう意味ではやっぱりこの泥沼の戦争に使われてしまうということはやっぱり非常に危惧せないかんので、そうなる前に、あるいはこうなってもその停戦に対してね、具体的な提案をできるような日本でやってほしいですけど、残念ながら金を出しますぐらいじゃないですかね、おそらく。はい、どうぞ大きい声で。今の質問としては関連してるんですけど、ウクライナの大統領が23日とか国会で演説するんですね、演説の問題の、はい、でその時に多分今言われたように自分自身を言ってくると思うんです。はい、でこのことでね、日本としては受け入れていいもんなんかなというか疑問なんですけど、はい、その見解どうですか。はい、私も非常に難しい問題で、私もそのゼレンスキーを国会で受け入れるというのは非常に問題があるなと思います。双方の言い分を聞かないといけないのにゼレンスキーのことだけを聞くというのも非常に問題だなと僕は思っていますが、なんていうんですかね、だからおっしゃるようにここで落ち着いて考えなあかんと思いますけどね。ただまあ、ゼレンスキーが国会で話をしたいということで、まあ、オンラインかなんかでやると思うんですが、その別の場でね、別の場作ってそれをやるというのはいいかもしれませんけど、国会でやるというのは非常にちょっと国会というものが、まあ、国の最高機関でいろんな考え方を持っている人の中で、確か令和新選組だけ決議に反対しているので、そういう意味ではもうちょっと慎重にね、そこはならないといけないなと思います。ただゼレンスキーが言いたい、ほなプーチンも言いたいって言わせてあげたらいいと思うけど、プーチンは言ってこないと思うので、まあ、そういう意味ではゼレンスキー言いたいのであれば国会の、まあ、どっか別の場でね、そういうものを持てばいい。国会であるのは僕はまあちょっと反対かなと僕は思っています。はい、なこちら行ってこちらね。はいはい、はい、すみません、どうもありがとうございます。石田さんのお話、いつもなんか考えていることが僕これ整理されるんですけど、最後に言われた唯一勝ち組は軍さん複合体、はい、誰が一番喜んでねって、まあ、政党高校の教師ですけど、政党に
書かせたものを読むと、なんか戦争というのはみんな悲しい思いするのにみたいな感想があってね、いやそうじゃなくて、やっぱこれで儲かってる、助かるという人が必ずいるというのが一つと、それから今度27日、西宮の市長選挙で、はい、日本維新の会の公認候補に持っていかれそうなんですけど、はい、なんかやっぱり公務員を叩けば、人材派遣会社、パソナが儲かるとかね、うん、なんかそういうところが、なかなか浸透しにくいという報道会したかったので、質問は1点だけなんですけど、こんなあのむちゃくちゃな常任理事国で、核保有国のプーチンが実際使うことに下つかせながら、まあ、むちゃくちゃやってると、でこれ見てると、あの今、何が友達とか同僚なんかの話、ちょっと聞いてても、まあ、憲法第9条は自分、支持で理想を追求する。まあ、現実を理想に近づけるというその努力こそ大事と思っていたが、この今回のようなこのロシアのむちゃくちゃなこれ見てると、安倍首相が言ったように、これを機に日本も核の共有を元作戦に曲げてアメリカの核兵器の共同運用と言ってましたけど、あれにあのなんか共鳴してしまう、で元々救助を大切と思ってたんだけど、こんなむちゃくちゃになってきたら、やはり核を所持できないまでもアメリカさんの核を置くぐらいしなあかんちゃうみたいな意見の人が近くで結構ちらほら出てきてですね、まあ、要するに抑止力ということなんだと思うんですけど、救助はもともと理想なんですよね、理想なんだけど、こんなひどい現実を目の当たりにしてどうやってお叱りするかなというところがちょっと今ね、やっぱり武力行使して何も解決しないってその通りなんですけど、いやそれでも攻撃、こんなウクライナみたいなことが始まったら終わりやろということで、安倍さんの核共有に共鳴したような人がちょっと出てくるのに、どうやってこう押し返したらいいかと、それだけ質問です。はい、確かにそういう声が増えるでしょうし、安倍さんとか松井一郎みたいな人がね、それを声高に言って、それをまたメディアがやるもんですから、だから恐ろしいけどそうせざるを得んのかなみたいなことを考えている人もいるかもしれませんね。でよく言われるのはこれ安全保障のジレンマっていう話で、要はアメリカが核10発持って、じゃあロシアは20発持ちましょうと、でそうするとアメリカは30発持ちましょうということで、なんと6000発まで持ってるわけですね。で非常に危険な世界になっちゃったということで、この抑止力に、こう頼って、この核を増やし続けていたこの歴史を振り返ると、結局は持てば持つほど危ないじゃないかという話で、今回その、おそらく原発が、握られたのは、ウクライナの電力は原発が 65% 占めているので、その電力を止めようということと、やっぱりその原発というものを利用して脅かしてるわけですよね、原発を。だから持てば持つほど危ないの でこういうそもそもだから武器があればあるほど危ないではないかということを、まあ、粘り強く、語っていくしかないのかなと思いますし、さらに言えば、じゃあそのシリアの時にね、同じようにやったんですよ、プーチンが。で止められなかったわけですね。おそらくあの時は、確か私シリア取材してて、アメリカもサウジも、UAE も武器をいっぱい自由シリア軍に入れてたけど、ロシアが買ってで町は粉々になってしまった。つまり、武器を入れてもやられる時はやられてしまうわけで、だからそういう意味では2013年14年のロシアが空爆する前にロシアと話し合うべきだったんですね、アメリカあるいはフランスイギリスあたりがね。でもそれをせずに、アメリカもイギリスもフランスもせっせと武器渡してたわけですよ。だからそういう意味では、アメリカイギリスフランスにも不作為という罪がありますよね。この溺れかけてる人をずっと見てるだけっていうのは、これ犯罪ですから助けないといけない。でその助けるのは武器を渡すことではなくて、もっと早期に入って話をすべきだったというふうに思いますから、だから、今の救助がある方 あってもやっぱり核ないと危ないなというふうに思われる方は多々おられるかもしれないけど、そうなる前に話をするということでないと、戦争で止まりませんから。ただ何回も言いますが、この状態が嬉しいわけですよ。
アメリカやフランスやイギリスやロシアもそうやと思いますよ。ロシアだっていっぱいありますからね、あの兵器産業が。だこの状態を長く続ける。ただ核で破滅するのは嫌なので、あの核は使わせないけども、この状態であのずるずるいくと。だからそういう意味ではですね、イラクの戦争もほぼ終わったし、アフガンも終わったので、このウクライナでずるずるいこうと、まあ、こういうふうに考えているのではないかなと、まあ、私は想像してしまうので、だからそういうとこも含めて判断をするという有権者が増えてほしいなと思います。いいですか、はい、はい、ありがとうございます、はい、マイク、はい、はい、ですね、今回の、この情報をですね、ネオナチが新ロシアとかロシア系住民を虐殺して、それをロシアが侵攻するのは正当性があるというようなことを左派側におるような人間でも信じてる人が結構いてるんですね。あ、そうですね、はい、でそれってやっぱり日本で流れてるのって西側諸国側からの偏った情報しか流れへんし、話で出てるイラク戦争とかそういうのでも明らかにアメリカの侵略戦争、利権とかそういう絡みの戦争なのにアメリカに正当性があるような、そういうのが日本ではじゃんじゃん流れましたよ、はい、で、まあ、アフガニスタンでも、まあ、アメリカからの、抵抗でテロ行為なんかも行う人たちもたくさんいてますし、まあまあ、イスラム原理主義を強要するいうそういう人たちもおるんで、そういう人たちへアメリカが行ってっていうのもあるんかもわからんけど、まあ、向こうの人からしたらアメリカが侵略してきたっていうようなそういう戦争的な感じじゃないですか。だけど日本で流れてるのはもう、西側諸国の側が正当性があるような情報ばっかりバンバン流れるんで、でそのさっき言ったネオナチが大虐殺してるので、ロシアが攻め込んだというのを信じてる人も多く出てくると思うんで、でネットニュースでテレビのニュースではそういう情報が流れますけど、ネットでもいろんなフェイクニュースがいっぱい流れて、何をどう信用していいか、信じていいか、どう判断していいか、もう全然分かるような状況なんで、僕らなんかこういう集会来て、まあこれが正しいんやろうないう話聞けますけど、こういう集会とか来ない人はネットでもそういうおかしなニュースを信じ込んでしまう人も多数出てくると思うので、その辺をどういうふうに判断していったらいいんだろうかなと。はい、そうですね、はい、本当にね、私も何人かから何人かの皆さんから、いやとはいえドンバスでウクライナが虐殺したんでしょみたいなことをね言う人がいて、でまあ何というんですかね、歴史的な事実で言いますと、朝鮮戦争は韓国の方から侵略したんだと言ってたんですよね、左側の人は。ところが文書が明らかで、やっぱり北朝鮮がやってたわけですね。あるいはその、フセインがイラン・イラク戦争の時にクルド人を大量に殺した時もイランがやったんやという人もいてね、でもこれもフセインがやったわけですね。なのでそのアメリカの情報、ロシアの情報、いろんな情報があるんですけど、やっぱりその事実をやっぱり事実として確かめていくということが一つと、まあ、それと例えばですね、そのさっき言いましたようにウクライナがドンバスで1万8000人虐殺したなんていう、まあ、フェイクが流れた時にですね、普通やったら国会国連で大きな問題になるはずやのに、なんでそんな時にならへんかったんと、こういうふうに考えればこれはちょっとおかしいなというふうに思えるかもしれませんね。それとか福島原発が爆発事故を起こした時にインターネットで漢字で福島事故と打ったら東電のが出るんですよ、ホームページが。で東電はその直ちに影響ありませんと書いたんだけど、それをローマ字で福島と打てば
これはその例えばドイツのが出てきたり、あのロシアのが出てきたりして、結局結構そっちの方があのしっかりと福島事故のことをやってるわけですね。つまりその国で起きたことはその国の政府は隠したいわけですよ。福島事故は隠したいわけね、スキャンダルですが桜の水も隠したいけど、でそれをその敵対する国は追及するわけです。ロシアとか中国はほれ見てみろ、福島でこんなね、あの安全もないがしろにしたからやみたいなことを書いてあるわけね。ということはそれは英語で調べたら出てくるわけですよ。だからおそらく中国はウイグルのこと絶対言わないけども、それを日本語でやれば結構出てくるのと同じで逆転が起きますので、だから今ネットの話が出てきたけど、そういう方法でいろんな情報を取りに行くということも必要でしょうし、やっぱり何を考えてもネットっていうのは非常にあのこの自分の好きなニュースばっかり追いかけてしまうので、だからやっぱりこうやってこう話し合うということが面と向かってね、それは非常に大きな一つの、ポイントになるかなと思います。で、西側は確かに、油まみれの水鳥、湾岸戦争の時に、これは不戦があったり嘘でしたね、アメリカの。だから戦争と嘘はつきものなので、西側であろうが、ロシアであろうが、中国であろうが、日本であろうが、戦争や原発は嘘でこう固められることになるので、だからいろんな角度から見ようというふうな考え方だが非常に正解なのかなと思います。だから西とか東じゃなくて、おそらく戦争する方は嘘をつきますので、全ての戦争は自衛のためにというふうに言いますからね。だからそういう日本だって満州事変は嘘でしたから、だからそういう意味ではそういうその冷静さっていうのは非常に大事かな。だからさっきの国会のあれだってね、やっぱり国会で演説させてあげた方がええやんっていう人も多いかもしれんけど、ちょっとやっぱり立ち止まって考えることも非常に大事かなと思いますね。はい、どうぞ。まあ、ちょっと他の問題で難民の問題があるんですけどね、はい、今300万人のウクライナの人が難民で国外に出てると、はい、で日本へも70人なんか来られたらしいですけどね、はい、でまあ、日本は非常に好意的に受け入れて、まあ、就労許可なんかを、まあ、出してるんですけど、反面ですね、アフガニスタンとかシリアとかミャンマーからの難民はですね、日本はものすごく後ろ向きなんですね。で、これはやっぱり一種のなんかやっぱり白人優先というか、はい、人種差別みたいなところがあるんじゃないかと思います。どう思われますか？はい、残念ながら非常に大きいと思います。で、今回のウクライナもポーランドに逃げるときに、インド系とかアフリカ系は意地悪されて逃げられなかった。ですよね。でさっき最初にちらっと言いましたが、同じことがシリアで起きてるわけですよ。もうすでにもう10年やっとるわけですよ、プーチンは、とアサドはね。でその時にシリアの難民はみんな拒否したわけですね。アフガニスタンもそうですけど、でボート乗って転覆して幼い子が溺死したりしてましたが、おっしゃるようにやっぱりそのイスラム教徒であるとか有色人種であるというのは非常に大きい要因だと思いますね。戦争中敵国だということで日本だけがアメリカのなんか捕虜収容所に入れられましたよね、日本人だけが。あれ当時ドイツもイタリアも敵国ですよね、三国同盟。ドイツイタリアはそんな話聞きませんもんね。そういう意味では残念ながらこの21世紀の今でもそういうものがあるのと、それとやっぱりその一種 その メディアによるこのヒステリーな状態になるじゃないですか。で何でもかんでもウクライナを支持しなあかんという、そういう格好でいわゆるそのこの電波を使ったこのヒステリー状態になってるのもそれも加わってるんじゃないかなというふうに思います。ただウクライナ人であろうがミャンマー人であろうが難民は認めないといけないので、日本の難民は全然認めないですから、そもそも日本の難民政策を変えさせないといけませんが、でもまあウクライナから申請来たら、まあ、認めてあげるべきですし、おっしゃるようにミャンマーもシリアも同じようにしないかんと僕は思いますけど、はい、アフガニスタンの難民の人たちはタリバン政権だからやっぱり国連からのそういう支援とかはないんでしょうか？はい、はい、いいですか？はい、はい、アフガンに今回行って NGO がトルコのね、
IHH という、イーハーハーと呼ぶんですけど、そこが一つと、WFP という国連世界食糧計画、それから ICRC という国際赤十字、この3つだけは見ましたが、でも他 UNHCR もユニセフもいなかったし、で、まあ、難民を助けるため の組織もあんまり見ませんでした。それはたまたま見ないだけかもしれませんが、明らかに国連の車は減っていました。なので、支援は細ってると思うんですけど、それはなぜかというと、やっぱりタリバンというものが政権を取って、今までのタリバンのイメージが悪すぎですから、だからさっき の有色人種と白人の関係と同じように、タリバン政権になんで援助せなあかんねんと、こういうふうになってしまっていて、それでみんな物乞いになってしまっているということだと思うので、そう分けて考えなくてもいいですよね。タリバン政権にあの女性の問題で、その女性が勉強するなとかいうやつはやっぱりおるんですよ、タリバンの中にも。それに対しては批判しながら、今死にそうになってる人はいるんですから、援助はちゃんと続けないといけないと思うんですけど、残念ながらタリバンが取った時点でだいぶ引きましたから、それで援助物資がないということだと思います。はい、もう大きい声で、はい、はい、ヨーロッパの、まあ、ちょっと大きな話になるんですけど、ヨーロッパの今後の安定化に向けてですね、はい、まあ、一応戦争が終わった後、はい、考えるとね、まあ、理想的にはNATO がなくなると、はい、なくなるような世界が理想だと思うんですよね。まあ、先ほど西谷さんがおっしゃったロシアには大ロシア主義っていうのはある、はい、もしそういうのがあるとしたら、プーチンがいなくなってもいずれまた大ロシア主義が頭をもたげてくると、そうなると西側はどうしても守りたいと、 NATO 的なものをやっぱり持ちたいというふうになると思うんですよね、はい、またその同じことの繰り返しが続くんじゃないかな。最後どうしたらいいのかなと、そのアイデアですよね。何かありましたら教えてください。はい、まあ、おっしゃる懸念は本当にね、その通りで、特に旧ソ連が崩壊して、でルーブルが暴落して紙切れみたいになって、でロシアの人々は非常に途端の苦しみを味わって、でその後にプーチンが出てきて、でプーチンはたまたま中国の経済成長に乗っかって、ロシアの経済を良くしたわけですが、なんとなく高齢者は、まあ、プーチンのおかげで生活ようになったと思ってる人もたくさんいてはるみたいなので、だからその辺は非常に難しいところ、プーチンの支持率は落ちないということが考えられますが、たとえプーチンが失脚しても、第二プーチンが来たら一緒なんでね。でだからそういう意味ではどうやって防ぐかということで言うと、EU ですね、 EU ノーベル平和賞取ってるんですね。でそのヨーロッパというのはずっと第一次世界大戦も第二次世界大戦もヨーロッパ中心の戦争で、山ほど殺されてるわけですよ、ウクライナ人もポーランド人もね、フィンランドも。だからそういう意味ではもう二度とそういう戦争をしないでおこうということで EU を作って、で共同体という形にしたわけですね。でこの時に例えばそのフランスとドイツあるいはイギリス、この中でオープンスカイ条約っていうのがあってね、例えばフランスがもしかしたらドイツがなんかその 軍事作戦をするかもしれない、で戦闘機飛ばすかもしれないと思った時に、オープンスカイ条約でドイツは空を飛んでくださいと、で基地見てくださいいう、そういう条約があって、でそうするとフランスが 見るでしょ、ほなそれは噂であって基地を増強してないかということで、でお互いがそれをこうやれることになったので、だから EU 作った時にイギリスもフランスもドイツもすっごい兵士を減らすんですわ。で今自衛隊が20数万人いるんやけど、イギリス確か40万人ぐらいいたのを今自衛隊で少ないです、確かもう半分ぐらい減らしてるはず でそういう意味ではですね、 EU は理想を結構近づけたところで、で ASEAN がそうですね、今アジアで言えば、だからその東アジア共同体みたいなのを日本と中国と韓国でいうの形で作って、オープンスカイ条約やってね、でお互いが話し合いながら軍縮に向かうというのが
一つ の, あの理想の形の一つかなと僕は思うんですけど、だヨーロッパに関して言えばあのロシアも入れた形 の, あのそういう EU みたいなものを理想的にはそういうのを作ったらいいんですが、今のプーチンは絶対そんなことしませんので、だから、まあ、とりあえずそのあの今のウクライナ戦争を終わらしてからその二度とこういうことが起きないようにどうするのかというのを考えつつ、やっぱり EU の役割というのがあの非常にあのこの間大きかったと僕は思ってます。あの NATO じゃなくてね、だからそういう意味ではそのなんていうんですかね、あの全体を通して一つ の, あの、まあ、利害関係を調整するようなところを作るというのが非常に大事なのかなと。だから日米軍事同盟とか NATO は軍事同盟なのでどうしても敵がいりますから、だからその敵に対してどう守るかというそういう発想になってしまいますけど、そうではなくてそのうちの空を見てもいいよとかうちの基地の中調査してもいいよというそういうことでお互いがお互いのあのなんていうんですか理解を広めていくとともに、確かあのドイツはあれですよね、教科書も統一してますよね、ポーランドとドイツは。であのドイツがいかに悪いことをしたか、でポーランドもいかにあのそういう教科書を作ったはずだと思うんですけど、日本だって本来なら日本と韓国と統一教科書を作ってでお互いが理解するということを、まあ、だからそういうことも含めてあのこれからちょっと発想を変えてやっていかないといけないかなと思いますし、私はやっぱりあの EU の 理想というものをもう一度ヨーロッパは見直すべきなのかなと。イギリスがブレグジットとかしてあのやってますので、なんとなくあので EU のトップもね、あのなんかあの新自由主義の人がおるからなんかちょっとなんかいまいち迷う人めたいけど、 EU のそもそもの理念というのはそういう理念ではなかったかなと思うんです。よろしいでしょうか、そんな感じで。だから私もまあこうしたらいいというのはなかなか出てこないですけど、はい、どうぞ。私は長いことあのロシア語をやってまして、はい、ずっと、外あのネイティブの先生に、ロシア語を教えてもらってきてたんですけども、はいはい、実は今僕が教えてもらってる先生は非常にあのプーチンを反対するプーチンの反対派の先生で、はいはい、もう随分以前から、はい、で前の先生はねすごくプーチンを支持しておられる先生なんですよ、あのロシアに帰られたんですけど、であのなんか今回 の, あの事件を見るといきなりまあ戦争が始まる、もちろんそうなんですけども、ずっとあのドンバス、ルガンスク、はい、ルガンスクでずっと戦争やってるんですよ、はいはいはい、だからあの前の先生の時ねよくテレビを見たんですよ、そのロシアの国営のテレビをね、はい、こんな戦争が 行われてるのかという感じで、ところが日本ではほとんど報道されなかった、その戦争のことが、はい、でいきなり戦争が始まったような感じになってしまっているという、まあ、マスコミの問題もある、それから毎日毎日、まあ、8年間ですよね、ああいう映像も見せられてきてロシアの国民が、はい、これはもうあのプーチンが助けに行くという感じになっても不思議ではないかなというふうに僕は思ってるんです。で日本ではほとんどそこら辺のところは問題にならなかったけども、まあ、ロシアではずっとそのそういう映像を、まあ毎日のテレビで流されてきたことが現在なかなかそのプーチンの支持率が下がらない、はい、むしろ上がっている原因にもなるかな、はい、そうですね、だからもう一つはあの なんかなんとなくそのロシア人ってすごく好戦的な国民というイメージが特に最近強いんですけども、ロシアはあの第二次世界大戦中2000万あるいは3000万死んだということもある、はい、それから、まあ、レニングラードですよね、100万人の人が餓死したという、はいはい、やっぱりそこら辺のところはロシア人も非常に分かってて、あのロシアにいてもあの日本以上にそういう戦争の歴史っていうのは非常にあの細かく勉強してるし、だからそこら辺のも両親に訴えるというか、あのああいう悲劇が起こってるっていうあたりを、まあ、やっぱり訴えていくしか仕方がないのかな。それから、まあ、プーチンに対する政権あの反対する運動はあったんだけど、今までどっちかというとそういう人たちに対してあんまりこう注目してなかった、それも問題があるのかなというふうに僕は今思っています。すいません。いや貴重なご意見ありがとうございます。あの今のねあのロシアの、 あの本当にあの
生 の, あのご意見聞いてて、私ね、あの例えばですね、日本が日露戦争に勝って、でそれからあの第一次世界大戦に、まあ、シベリアとか出兵して、であのいろいろあの戦争に、まあ、勝利したことになってますよね、日本はね。で第一次世界大戦から第二次世界大戦の間に満州事変と盧溝橋事件、それから上海へ の, あの上海の長江を上陸して南京虐殺すると、あの時に確かの暴子徴用って、ね、その暴れる品をやっつけろみたいなことで、みんなその日本陸軍に対して反対せずに、まあほぼ賛成していったわけですね。であの時に私思うのは、満州事変はみんな中国がやったと 思い込まされてたわけですよね。日本軍がやったというのは知らなかった。でそれで防止、つまり品が暴れるからそれを、まあ、押さえつけろみたいなことで理屈が成り立っていたわけで、今その話をお聞きして、そのドンバスでウクライナがこんなひどいことをしてるからプーチンは正しいんだと、こういうふうに思わされている。で当時はまだ国営放送、国営ラジオ、今ちょっと前までテレビしかなかったけど、今は SNS があって、で瞬時に何をしてるかが分かっていくので、それはだからあの強大なカダフィでも倒れたわけですよ、リビアで。あれ確かにリビア取材した時にインターネットに入った若者は捕まって牢屋にぶち込まれてたわけですよ。カダフィも分かってんね。だからインターネットで国営テレビだけではその押さえつけられないということで、アラブの春はだからかつてフェイスブック革命と呼ばれたわけで、そういう意味では今のロシアもプーチンは押さえつけられると思ってるかもしれないけど、今おっしゃったようにそのフェイクだということを気づく人も、まあ、昔よりは増えているのではないか。ただやっぱりおっしゃるように8年間もあれを見せられたら、それはウクライナのゼレンスキーとか前のポロシェンコめみたいな思ってる人はいるのはいるでしょうね。だから その辺のせめぎ合いかもしれませんね。他にないようでしたらこれで終わろうかなと思うのですが、よろしいでしょうか。全くウクライナとアフガンには関係ないんですが、来週27日に大淀コミュニティセンターで維新ストップの集会がありまして、それも私関わってまして、もしよろしければ、来ていただければなと思います。最後にですね、私思うのはプーチンも嘘ついて戦争するでしょ。安倍も松井も橋本も吉村ももうフェイクなんですよ、あの人たち。フェイクで自分たちの、まあ、この主張をご用意するという意味では全く同じようなことで、で今そのロシアの国営テレビがずっと嘘ついてた言うけど、日本のテレビだってずっと吉村出してるでしょ。だからそういう意味では日本もあんまりロシアと変わらない部分があるので、そういう意味でちょっとですね、何とかしていこうという、特に今年は参議院選挙もありますので、これ憲法9条を変えられてしまう可能性が非常に高いので、そうはならないようにちょっと力を合わせていきたいなというふうに思っております。ということで、ちょっと私来年今年の8月にまたアフガニスタンに入る予定ですので、もしよろしければ本当に少額で結構ですので、カンパ袋置いてますので、カンパしていただければと思いますので、DVD はぜひ、まあ、皆さん持って帰ってください。ということで今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。